私は奏で、高校生。ただいま体育の授業中。なぜ体育で乗馬をしているかって？なぜならここは日本一の金持ち学校、ソプラノ学園。なんでみんな当たり前に乗馬できるの？クラスメートはマイホース持ちのご令嬢とお坊ちゃんたち。落ちそうで怖いよ。はぁ、今日も暑いね。彼女はクラスメートのホアコちゃん。ふわふわした雰囲気で可愛らしい子。そしてもちろんお嬢様。暑いのと馬の揺れで眠くなっちゃうよ。よく馬の上で寝れるね。そんなホアコちゃんの様子を見たクラスメートたちは。ホアコちゃん、僕の水あげるよ。いや、俺の栄養ドリンクを。僕は塩飴あげるよ。取れたてのマンゴーもあるよ。どこから取ったの？まあ確かに暑いよね。私も喉乾いてきちゃった。水筒持ってきたらよかったな。貧乏は水買う金もないんだな。かわいそうに。何かをもらえることを期待したわけではないが、この対応の違いはなんだ。確かにホアコちゃん可愛いけど。よかったらこれ飲みなよ。こちらはクラスメートのカリンちゃん。いいの？ありがとう。はあ、おいしい。あれ、ホアコちゃんの頭なんかついてるよ。かなでちゃんこそ。ねえカリン、これあんたの水飲んだ人にだけ出てない？そうなの、マジで効果あるとは思わなかったよ。どういうこと？パパに頼まれてたんだよね。開発した薬の効果試したいから何人かに飲ませてくれって。そういえばカリンちゃんのお父さんは世界的な科学者だったな。これは何の数字なの？なんか言ってたけど聞き流しちゃった。本当に効果あると思わなかったし。今すぐパパに連絡取って聞いてよ。そりゃ無理だね。パパ海底に出張中だから。何のお仕事？この感じはまさか。少年団様だ。ソプラノ少年団、金持ち御曹司4人組からなる学園のアイドル。顔も良ければ金もある、リアルな白馬の王子様。まずはリーダー格のアルト君。俺に乗れない馬はね。ド S な俺様御曹司。続いて成田君。馬は友達だよ。元祖王子様キャラ。こちらはカイリ君。人より馬の方が相手しやすい。ちょっと不愛想なハードボイルド。最後はキングオブマネー、カジノ君。馬は乗るよりかける派。高校生は競馬できないよ。お前らどうした？頭に数字乗せて。私たちにもわからないの。奏の数字はゼロなんだね。ってことは女子力の数値化か。資金力でしょ。残高じゃない。戦闘力かもな。あんたたち好き勝手言って。奏のゼロとホアコの120が飛び抜けてるのよね。奏にはなくてホアコにあるものか。天然度数じゃない？だってホアコすごい天然じゃん。確かによく言われるけど。去年の体育祭だっけ？自分のスポーツウェア着てきたんだよね。だって動きやすい格好って書いてたから。普通に体操服のことでしょ。最近だとマスクないからってスカーフ巻いてきたことあったよね。いつものマスクなくしちゃって。海外セレブに流行ってたけど日本でやってる人いたんだ。ホワコちゃん天然なんだね。可愛くていいと思うよ。なんか恥ずかしいよ。でもさ、でもさ、この数字が天然度数ならゼロの奏は全部計算でやってるってこと？奏って少年団様に気に入られてるよね。なんでこの貧乏人が可愛がられるのか不思議だったけど、もしかして全部計算だったのかな？貧乏キャラも気を引くため？はあ？少年団が何よ。気に入られてるんじゃなくてバカにされてるだけじゃない。貧乏だって好きでやってるわけじゃないのよ。何を隠そう、乗馬は初体験。乗馬どころか馬を見るのも何年ぶり。お母さん、動物園に来た。入園料高いのよね。そんな私がなぜ金持ち学園に通っているかというと。目指せ玉残し。詳しくは過去の貧乏少女シリーズを見るぷに。そんなわけで今も馬から振り落とされないだけで精一杯だ。じゃあ私先行くね。どうやってそんな軽やかに走れるの？なんで落ちちゃう。アルト君、落馬に巻き込んじゃった。ちげえよ、俺は自分の意志で降りたんだよ。なんで？なんでって、
奏が痛くないように守ってくれたの。うん、まあ大丈夫。うん、で、お怪我はないですか、アルト様。私はスルー立てますか。ちょっと腰が。こんなのひどい。え、泣くほどのことかな。こんなのあんまりだよ奏。ごめん、私の不注意で。アルト様に構ってほしいからってここまでするなんて。え、奏のあざとさがアルト様を傷つけたんだよ。わざと落ちたってこと。最低じゃん。さすが天然度ゼロね。違う、わざとじゃん。僕らも行くね。アルト、大丈夫か。これは医療費請求か。そんな。その日は辛くて誰かに話さずにはいられなかった。聞いてくれたのはバイト仲間のハルちゃんだ。頭の数字の謎が分かればわざとじゃないって証明できそうだけどね。わざとだって思われたのもショックだけど、怪我させたのも申し訳なくて。それは大丈夫そうだよ。アルトは大したことないみたい。成田くん、今はもう普通に歩き回ってるよ。よかった。むしろ大丈夫じゃないのは奏の方かな。あざとい女がアルトに怪我させたって話題だよ。奏はそんな子じゃないよ。女さん、落ちても助けてくれるとは思ってたんじゃない。え、確かに少年団はいつも助けてくれるし、ちょっと思ってる部分はあったかもしれない。でもでも、そういう淡い期待まであざといに含むなら、この世のほぼ全員があざといになっちゃうんじゃない。落ち着いて、ハルちゃん。別に奏を責めたいわけじゃないから安心して。あざといの基準って何なんだろうなって考えてただけなんだ。確かに、あざといってなんだろう。奏の気を引くためにバイト先まで押しかける僕もかなりあざとい部類なのかな。ハルも成田様のあざとさにやり込まれたいです。ごめんね、ハルちゃんにはあざとさ発動しないみたい。どういうことなのよさ、成田様と奏はどんな関係なの。え、いや何も。じゃあね。その足で成田くんは乗馬クラブへ。腰はもう大丈夫。ああ、はい、一着。くそ、授業で落馬するなんてね。そんなやつ初めて見たな。うん、どうしたのアルト。なんか納得いかねえんだよな。いくら貧乏少女とはいえ落馬するか。授業用の馬はおとなしいし人慣れしてる。奏がわざと落ちたってことかな。そうは言ってねえよ。アルトに構ってほしくてわざと落ちたってことにした方が嬉しいんじゃない。はあ、んなわけねえだろ。俺は騙されるのは嫌いだ。明日奏が乗ってた馬を調べるぞ。はいはい。一方の私は家でも悩んでいた。奏が計算高いですって。あんたほど裏表のない子はいないわよ。その数字は天然度数なんかじゃない。ありがとうお母さん。そういうのは天然じゃなくてバカって言うのよ。それはバカの数値よ。ゼロの奏は頭がいいのよ。それはちょっと暴論じゃない。その知能を夢の実現に生かすのよ。知略でお金持ちの御曹司を攻略するのよ。目指せ玉の輿。それってつまり計算高いんじゃ。そして翌朝の学校、登校した私は身に覚えのないものを見つけた。あれ、机の中に何か入ってる。スカーフ、私のものじゃないな。誰か間違えて入れたのかな。え、そのスカーフってエルメルの限定アイテム、プニコラボスカーフじゃない。欲しかったけど手に入らなかったんだよね。金持ちお嬢様も羨むブランドアイテムらしい。え、貧乏の奏ちゃんがなんで持ってるの。あれ、ほんとだ。やっぱり貧乏はキャラだったの。本当はお金あるんでしょ。すべては少年団様の気を引くためってことね。いや、このスカーフは私のじゃなくて。下手な嘘はやめなさい。誰が大事なスカーフを他人の机に入れるのよ。このこと少年団様に言わなきゃ。騙されたままでいいはずないもの。今すぐ報告に行きましょう。ということで私は少年団の前に引き立てられてきた。また乗馬してる。少年団様、奏の貧乏は嘘だったんです。よくそんな嘘つけるな。いつも貧乏でディスってるくせに嘘だと思うの。こういう時は信じてくれないんだね。ポニ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 。あ、パパから電話だ。もしもし、海底帰り。うん、薬の効果バッチリ出てるよ。
で、何の数値なんだっけ？え？腹黒さの可視化？100を超えるやつは真っ黒だから気をつけろって。ホワコは天然じゃなかったの？そういえば、ビキニで海行ったからお腹がすっごく日焼けしちゃったんだった。そういう意味の黒いじゃないと思うよ。あ、ちょっと待って。カナデが持ってるプニのスカーフ、見たことあるわ。あ、前にホワコがマスク代わりにつけてきたのと同じ柄。もしかしてカナデの机に入れたのって？それに、この馬の横腹を見てみろよ。蹴られた跡だな。誰かがわざと奏を落馬させたんだね。あの時これができる距離にいたのは。そういえば馬が暴れたのはホワコちゃんが横を通った直後だったよ。でもなんで？理由は本人に聞こうぜ。腹黒ちゃんは正直に話せないかな。天然ぶるのは通用しないぞ。嘘は一銭の得にもならないよ。あ、逃げた。待って、ホワコちゃん。おい、カナデ行くな。うわバカ、まだ腰が万全じゃねえんだよ。ごめん、大丈夫？それより俺に謝ることがあるだろう。え？計算じゃないってこと？俺は知ってたぜ。でもお前は疑っただろ。信じてくれてないって。だってよくそんな嘘つけるなって。ホワコに言ったんだ。俺がお前のこと信じてるのに、カナデが俺を信じなくてどうする？ごめん、ありがとう。はいはい、二人の時間はそれぐらいにしようか。あ、カナデ、立ち上がれる？うん。腹黒ちゃん、捕まえてきたよ。ホワコちゃん、どうしてあんなことしたのか教えてくれる？かなきゃわからないの？さすが腹黒さゼロのおバカさんね。あんたが嫌いだからに決まってるでしょ。だっておかしいでしょ。貧乏丸出しのあんたがなんで少年団様に気に入られてんの？恥を知れ恥を。丸出しにしてるつもりはないんだけど。あんたがバカと貧乏さらしてる方あら、私は自分を押し殺してキャラ作ってんのよ。なんで報われないのよ。十分モテてたと思うけど。別にキャラ作らなくてもよくない？ああ、努力しない人間が人の努力否定すんな。でもそのままのホワコちゃんで十分可愛いよ。え？そのままで可愛い？性格はともかく顔はそうだな。天然キャラより今の方が印象に残るぞ。笑顔だとなおいいね。インパクト重視。嬉しい、少年団様に可愛いって言われちゃった。ホワコってありのままで可愛いんだ。むしろわざわざキャラ作ってたのが不思議だよ。自分でも腹黒いの分かってたからさ。そんな性格をさらけ出したら嫌われる気がしてたんだよね。でも少年団様がそう言ってくれるなら。腹黒いのがダメってわけじゃないよ。他人を傷つけなければ大丈夫。そっか、今回はごめんなさい。カナデとアルト様を傷つけたよね。これからは誰も傷つけない腹黒女になる。キャラ作りバレちゃって焦ったけど、今後の路線決まったかも。よかったね。貧乏で地味なカナデがありのままでいいんなら、怖くもありのままでいいに決まってるよね。なんで気がつかなかったんだろう。なんだろう、この複雑な気持ち。その後、ホワコちゃんはありのままの性格を貫き、かわいい服買ったから着てきちゃった。かわいい！相変わらずモテモテだ。ホワコのあざとさってかわいいよね。真似したいわ。あ、そういえば、いつの間にかあの数字、消えたわね。女子からの好感度も高し。一方、私は、ありのままの貧乏、何も買えない。少しも金がないわ。うるさーい。終わり。アルトです。成田だよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。腹黒さとかあざとさって何なんだろうね。まあ奏には縁のねえことばっかな間違いねえな。奏ちゃんは天然だもんね。そうそう。みんなはどう思う？よかったらコメント欄で教えてね。動画の感想も待ってるぜ。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。また次の動画で会おう。